よい,いしょっとはい皆さんこんにちは今日はちょっと真面目にねあのいきます本当、まあだからちょっと真面目にいくことを表すためにネクタイもちゃんとしました今日はいい夫婦の日です11月22日いい夫婦ですあとわ112だから ワンワンニャンニャンの日なんですってね。さあ、あなたはワンコ派ですか、ニャンコ派ですか。僕は女子アナ派と、女子カーリング派でございます。さつきちゃん、コロコロしなくなった。まあ、そんなのどうでもいいです。で、今日は久しぶりにジャズ講座。 をえー、やらせていいただこうと思います今日のはリズムの話です。リズムの話で。えー、まあ、結構、リズムの基本っちゃ基本。だドラマーの方たちはもうこんなの、ドラム習いに行って、まっ、あ、先に教わる一つだと思うので、ドラマーの方はもう、ここで、はい、スイッチオフって、あと他の動画ね。 20代の女の子を持っているためにはどうしたらいいかとか、そっちの方をね、見た方が全然自分のために役に立つと思いますよ。で、そういうリズムの話。ただこれはね、ちょっとね、ドラムじゃない方っていうのは、意外と僕も苦労しました。要するにリズムのアクセントの話です。結構これはシビアですよ。それをね、覚えておくと、ものにするとね、あの、アドリブとか、あと他のポップスの曲、ポップスの曲とか、 メロディーをやるときすごく活かされてきて、ね、すごいね、躍動するんですね。リズムが。要するにフレーズのアクセントの位置ってことです。それがすごくね、あのー、いろんなヒントが含まれてるんで、アクセントの位置。えー、特にアドリブとかやってるときはもうなんか決められたものじゃないから、自分の中から出てくるものだから、それをね、タラタラタラって平坦に弾くニュアンスもあります。ただそればっかり、まあ、こはいる人のスタイルなんでね、一概には何がいい悪いかじゃないんですけど、 まあだから、例えば、まあそこにアクセントをつけた場合、よりこう、人によっては躍動して、それがさらに自分でインスパイアされて、さらにこう、高揚して、えー、どんどんもう、ね、大麻組とかあんなみちいちややこしいもん、食べなくても、こう、灰になっていくっていうね、仕組みでございます。ナチュラル灰。それが一番ですよね。で、そのためのアクセント。 本当にそう、本当そうなりますマジで。いや、僕はそうです。やそのためには、アクセント率のお勉強っていうか、ちょっと習得していっが僕はいいと思います。まあ、ドラマの方は、もうとっくに、もう習得されてますけどね。と思います。まあまあ。ということで、真面目に聞きたいと思います。これはものすごいヒントです。だと思います。で、その前に、そう、行く前に、えー、先日、あの、勝田高校、 ブラスバンド部の LINE のグループの方々。いやあ、りがとうございます。先日、先日ね。あのー、本田先輩をご立腹させちゃったみたいで、それに対するね、謝罪の動画をね、作らせていただきまして。でそれで、ね、あのー、本田先輩に誠意を見せるための、あのー、歌も歌わせてもらいました。 全然僕歌なんか下手で歌う、人の前で歌うなんてもうほとんどないし、カラオケの時もね、もうほとんど僕は歌わないんです、本当に。だって知ってる曲ないんだもん。せいぜい、ゴロちゃんっていう曲ぐらいだな、ゴロちゃん。ひらけポンキッキーで昔やっててね、ゴロちゃんぐらいしか歌えません、本当に。まあ、とかく、そのぐ歌はね、本当に嫌いです。だけど、それをね、今度僕がその、やっぱりそのシェを見せるために歌わせていただきました。いや、本当お耳をしててすいません。ただ、 思った以上の反響、本当にありがとうございます。子供が借りて本当に、あの、感謝いたします、本当に。あなんか、ちょっと、見磨いすぎて、皆さんの反響が。ね。ピーコさん、せっかくお、夜、帰宅して、ご帰宅されて、これで、疲れを癒すパスタをお食べになっている時に、この動画を見,見てくださったみたいで。 せっかくおいしいパスタを目の前に椅子から転げ落ちたんですっていやいやすいませんね転げ落ちちゃってでそこまで受けてくれたんですねあと照沼さんピアノのレッスンやって何人か生徒さん終わってでそれからあとでゆっくり見ますねってまで言ってくれて本当に見てくださってで腹,笑い腹抱えて笑,笑ってくだそうで「ありがとうございます」「お裾に言いります」「照沼さん」 一日の疲れが取れたまで言ってくださって。いや、本当ありがとうございます。本当僕嬉しいですね。テレノマミヤコさんね。中学校の時からね、もう本当に中学校2年からの、もうずっとね、一緒ですからね、お知り合いですから、大切に動かしたいもんです。それで、あとは、ラゾクラゾク隊長、隊長じゃない、ラゾク教授。いや、これはもう、コメント書いてくださってね。 下手,な下手な漫才より全然面白いまで言ってくれて。で、その本田先輩の謝罪の歌、これ金取れるまで言ってくださって、ブラボーまで言ってくださって、本当恐れ入ります、本当ね。もう本当に、ラ族、でね、教授、もう僕はいじるのやめます。いいことで、いい意味でいじらせていただきますけどね。いや、全部今までもいい意味だったんですけどね。いや、本当にね、ありがとうございます。 下手なマンゼルこれ面白いまで言ってくださって。ありがとうございます、本当に。あと何だっけな。あ、そうだ、漢字の本田先輩だ。本田先輩本当ね、ありがとうございます本田先輩が真っ先にね、もう、許しくね、コメントいただきました。真っ先に、許すのこの二言。許すありがとうございます、本当に。LINE のグループ中だけじゃなくて、 この YouTube の動画のコメントにも許す二言。ありがとうございます。ね。もう、ね。えー、いじりませんので、変なことで。ね。よかれと思っていじることあるかもしれませんけどね、今後。ええとね。 そんな怒らせるようなことはもうしませんのでね。本当ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。さあ、本題に、本題というか、これも本題なんです。それでね、一つ課題が残っててね、一つ課題が残ってたんですよね。ラ族隊長がそのフォーラムの中で、ただ、ただ、サヤピー、山本先輩も怒ってるんだよって。 ああの温厚な山本先輩、もうそいません怒ってたんだ。ガオーって言ってたんだ。これはちょっとね、有意識問題ですね、本当に。あの温厚な山本先輩怒らせちゃって。ね。もう穏やかなね、お坊さんみたいなんですよ。スキンヘッドでね。トンキチチンペイカンターじゃないんですからね。もう穏やかなね、神々しいお坊さん。スキンヘッドでね。 ね、その人怒らしちゃった。これはもうちょっとね、もう、だでもどういうふうに、山本って名前の歌ないしな、山本山のノリ、それ、象徴的な歌ないしな。で、かといったら、変になんか作曲、曲、曲、でっち上げてやるにしてもな、性一変わんないしな、本当にね、困ってます。だからこ、ねだから そうだと思いました僕はこの場で謝らせていただきますけどもっとねよりそんなもう本当に僕の申し訳ないっていう誠意を込めるためにはなるべくいろんな人から「山本先輩ありがとう」っていうね山本先輩がみんなに感謝されるような啓蒙っていうかプレゼンをやった方がいいと僕は思いました。 ね。山本先輩を、もうみんな、もう有名にするっていうか、啓蒙させる。啓蒙する。山本先輩を啓蒙する。で、みんなが感謝するの、山本先輩に。山本さんありがとうってね、感謝する。そういうことはなんかできないかと、ふと思いました。さあ、それ、そういうことで、えー、話は、まあ、つったく、なんだ、えー、前置きがちょっと、 こっっ、うん、っちちゃって本題もう一個のこの動画の本題、ね、今までは本題1ですで本題22つのテーマがねあってごめんなさいねでこれからがジャズの、えー、というかフレーズの動画ですあのアクセントの体得、えー、の,の仕方えー、サヤマ流サヤピー流のどどあのあね仕方の解説を ぼちぼちとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。これドラマは見なくて結構です。だと思います。あとクラシックの人、クラシックのピアノの人も見ない方がいいと思います。そんなの体得しちゃってね、バッハとか、ああいうものでね、変なとこにアクセントついちゃって。例えばインベンション、インベンションよくわかんないんだけど、インベンションの一番。 ダバレレレレレレ、トロレレとかいうやつですよね。あれが、ダバドゥ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 ドって、んね、アクセントついた日にはね、目は当てられないと思うんですね。だけども、その時はもう、習得しちゃってるから、アクセント。もう、自然と出ちゃって。こうなったらもうちょっとね、悠々し問題だと思います。悲しいですよ、かなり。だからちょっとね、クラシックの方も見ない方がいいと思います。まあ、そういうことで。 あとね、なんせ激になっちゃいますからね、これ。で、あとね、くれぐれも皆さん、さやまきんだけ映んないようにね、気をつけてくださいね。では、以上。でね、えー、まず、じゃあ今から第2部ね、始めさせていただきたいと思います。えーとね、リズムでね、えー、例えば8分音符 8分音符、また16、もとりあえず8分音符ですね。ワン、ツー、スリー、フォーで、タッ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 タ、ね。8分音符ですね。タン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 、ね。8分音符。例えばこういうね。で、これ今です。平体に弾いてるんですけど、これをね、なんかアクセントをね、ちゃんとね、つけたら、もっとスイングするんです。で、そのうちの一つとして、

たくないので、そうしたらね、僕もわか、わかんなくなっちゃう。それはようまだ解説できません。だだでその三つ、ね、四つ、四つの偶数に対して、三つのところにアクセント、三つの単位でアクセントを置いていくんですね。で、そういうの一拍半、一拍半なんですけど、要は、あ八分音符の場合にはね、一拍半で、で、そういうのなんか三拍フレーズっていうらしいんですよ。 ですそれは何が起こるかっ言ったら、そこのアクセントの位置、今みたいに、あの、こういう普通のフレーズ、というやつも、もう、あの、すごい、そこにアクセントを置くことによって、表情が出てきて、で、さらにそれがスイングする元になるんです。だから、4に対して、偶数に対して、奇数のアクセント。またその逆。3連符。ね。3, 3に奇数に対して、4つの。 アクセント、四つまめにアクセントを置く。これでね、フレーズがずれたように聞こえてくるんですね。それがね、あの、ひっくり返ったように、また元に戻ったようにとかね、そういうふうにね、すごいシングする元なんです。それを覚える方法です。今日は、要は。ここでね、あの、まあ、これはあの、ちゃんとディスプレイに出しますけどね、ワン、ツー、スリー、フォー。 かく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 これでワンパターン今多分当たってると思うんだよねかくかくかく1234かくっかく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 これううアクセントなんですねこれドラマがよくよくするソロとかでも もうすべての基本になってるみたいですねあと3連3連は3つに対して4つにアクセントを置くんですね「タタタワン・ツスリー・フォー」「タタ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 」ツッツッタタタねこれをねワン・ツ,ツタタ4つのアクセント4つ目にアクセント。 不思議な感じでちょっとずれてくる。だ、それがね、その習得の仕方で、一つちょっとひらめきました。で、これをね、この楽譜に書いてアクセント打って、あのー、今もう楽譜に多分ディスプレイに出てると思いますけど、それね、なんか少なくとも僕はこれでよう覚えらんかった。なんかもう目がチカチカしてきて。で、これをね、うん、1、2、たつ、つたとかやってたらね、島にゲ下手ルトるとこか、起きそうになっちゃったてね。 なちょっとね、これは良くない。で、そこでね、出てくるのが、謝罪なんですね。今日の冒頭に言わせてもらった。山本先輩を、ね、あのー、に謝りながら、要するに、八部でいきますね。八部の、えー、たったたた、二拍分、たったたった,た,った、これをね、山本、 山本、山本、四文字。山本、山本。山本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 っタン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 。山本っタ,タン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 。ね。山本であるんです。で、なんで山本がいいかって言ったら、例えばね、いろんな名字いろんな名字、四文字あるあれじゃないですか。例えば、大島、大島。死っていうあたりがね、ちょっとね、脅迫なものを感じですね。 大島って名前自体が、まあ、僕にはちょっと知り言いませんけど大島って人はたまたま浮かんだんですね都営新宿線にね大島ってね駅があってそこは結構ね大島駅ってよくねあるんですねそこ止まりの京王線とつながってるんで乗り入れしてから。だけどそ,それしか知らないですとは大島ってと心当たりね俺がいたのが大島中だ!」そうだ俺がいたのが勝田の大島中だ。 大島、大島、死がね、ちょっと引っかかる。で、しかも大島って響くかが、なんか凶悪な、なんか嫌ような予感するんですね。なんか凶悪な感じを僕が勝手にするんです。いや、ほ、ほの大島さんは分かんないですよ。僕知り合いいないんで。ただ、大島っていうのはなんか、引っかかるんですね。凶悪な何か。なんか怖い何かがね、感じるから。で、しかも、大島、死、死がちょっと、ね、引っかかる。ちょっとスムーズ感がね。 あと、ちょっと綺麗なのは、テルヌマ。テルヌマ。これはね、綺麗なね、あのー、八分音符ですね。綺麗な八分音符だと思います。あと、他に4文字でね、えぇ、コダイラ。ね、コダイラレーってね、西東京の方にありますよね。よっちゃんの実家のね、お墓があるんですね。しょっちゅうコダイラレイって行って行くんですけどね、大きくなるとコダイラ。だがね、ちょっとね、アクセントがあるから。 まあまあこのアクセントがあるっていうのはね、これはまたちょっと後でまた別のところで解説させていただきますけど、これはまた重要なものなんですよ。だから今はちょっと用途が違うんで、なるべく綺麗な音符。綺麗な音符がいいんですね。だから段がちょっと引っかかるじゃないですか。そこで持ったら山本。山本。綺麗な音符ですね、これ。本当にね、平たく。いい意味で卒がなく。だ綺麗に流れてますよ、山本。 で、これって自由にアクセントつけやすいんですね。で、そこで、山本を並べて、またこれいうこれですね。山本って文字を並べて、そこに、三つずつのところに、三つごとにアクセントを上に置いたんですね。つまり、あのー、この八分音符の三つずつ、一拍三拍フレーズの一拍半ずつ、えー、の、に相当する、 ところ。だから、やーまー、もーと。ね。やーまー、もーと。八音符ですよ。だから、やーまー、もーと。ね。いやーまー、もーと。そう,う,うにアクセントつきやすいんです。で、それで文字を並べて、三つ、一泊半ずつに、あのー、アクセント打っ,て打ってました。これまたね、不思議なことが起こったんですよ。あてのまたこれはね、今ちょっとそれはね、置いて、後でまた。 それで、えー、どこ行ったかなぁ。あったあった。ほんで、その結果、上に、えー、さっきの楽譜にね、上にね、山本を並べて、アクセントつけて、ほんで、スネアの位置に、もう、あのー、えー、なんだ、音符を置いてみました。ワン、ツー、スリー、フォー、 たタたたッたたタッタっタ山本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 これも1拍半でアクセントつけません山本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 ねっ3小節で元に戻るんですねもう一回いきますよワン・ツー・スリー・フォー

これちなみにね、えーっと、2小節目か。山もと山も。この山山もと山もとか。山もと山。ね。この2回目の2小節のや、やからね、アクセントの位置だけね、やった、やるとね、あの、あれなんです。アイガトリズムのね、あれになるんですよ。これ。 フク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 フカンフカンフカね確かそのはずですだからねやっぱりねガーシーの時からねやっぱこの1泊半の1泊3泊フレーズっていうのはすごいねこの曲すごいシングルしますよね僕弾けませんけどとにかくねちなみにこれは循,循環進行 B フラットのね うんけ俺これ練習しよう弾けないんだ。まあいいやとにくねそういうふうにねこれシングする曲でしょでもうそろそろもうねこの三拍フレーズなんですよ要は結局ねだからこれね楽譜だけのやつでやると「タツツ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 ツこれもうちょっとね体に染み込むの大変ですこれだからその山本。 山本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 。これね、言葉の練習にもなります。あだからね、あのー、女子アナの,の人、女子アナの,の人、スタジオに入る前の発声練習にすっごくいいと思いますよ。で、頭も使うんでね、それなりに、言葉の。 だからね、あの、ボケ防止にもなるしね。これいいことだらけです。山本さん本当にね、いいことだらけですよ。俺ね、これはみんな思う。そのうちね、あの、これ、この動画で拡散しましょう、皆さん。ほらね、女子アナにもね、人気あのた、女子アナも助けられる。だから、スタジオで始まる前に、女子アナさんが、山本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 ってやってるんですよ。ね。ね、山本さん。 山本先輩、山本先輩名前がね、あれですよ。TBS で、うなりさちゃんとかね、えと愛あいちゃんとか、あとテレ朝の安藤桃ちゃんとかね。もう、あと、まあ、田中みなみは、もうもう、アナウンサーやんねえだろうな、きっと。あと、加藤パンもな。あと、ね、えー、どうどう、どういうのいたっけなほら。 フジテレビの小沢洋子ちゃんとかね、あの美人どころがみんな山本さんのことね、言うんですよ。こんな素晴らしいことないですよ。俺いい動画作ってるでしょこれもね、山本先輩に対するね、感謝の気持ちです。許してくださいね。だから、話モードに戻っちゃいましたけどね。だからみんな、でももちろんジャズ系ももちろん、ジャズ関係のビギナーの人、みんな、もう口すらんでんですよ、この。もうね。 例えば、ね、駅のホームを待ちながら、山本、山本、山本。いや、みんなやってるんです。で、ジャズ系の練習部屋では、もうおそらく、もうみんなでね、じゃあ、はい、じゃあ、ちょっと全体練習前、じゃあ、はい、じゃあ、一泊、一拍あの、三泊フレーズの練習の、はい、今日で、ワン、タ、スリー、オーって、みんな、二十歳代の女の子とかね。<laughs> あの、まあ、男はどうでもいいけど、おお若い女子学女子大生が、みんな、ジャズ系の女子大生がね、あの、女の子がね、ジャズやってる段階でロックでもないんだけどな。もうね、大体あの、あの可愛い子どこ行っちゃったんだろうってくらいね、性格がもうこんなにねじ曲がって、だんだん妖怪化してきますからね、ジャズやると。でまあまあ、それはいいんですよ。まあまあ、まあま、ね、あ、ういうしいからね。まあまあでそういう子たちがみんなでね、合唱するんですよ。 じゃあ行くよ 3, 2, 3, って、サン、ツー、ス山もっと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 ってね、ちょっと今なんか最後、まあいいやもう、ね、皆さんこれ練習してください。で山本さんでこの三拍フレーズは皆さん習得できると思いますよ、本当に。ね、だからこれで山本さんはね、少なくとも僕の動画は、 三十人は見てくれてるみたいなんでね。さすがに三十人は有名になる。だからどんどん拡散しましょう。それでね、拡散してくださいね。それ山本さんがどんどん有名になって、僕は山本さんに怒らせたことが報われます。ね。可愛い,いサイピーが山本さんにしばかれるのを見たくなかったらどんどん拡散して、山本さん、頑張って。いや、頑張ってって、頑張るな、向こうだ。 でも、頑張ってる人たちが山本さんを例えるように、山本さんにみんな感謝いや、俺一泊アンフレーズで習得しては黒身の山本さんのおかげだ私もそう、私もなる難しかったんだけど、やっとね、何回やってもできるかった山本さんに感謝しようってね、皆さん、水戸の方向かってこういうふうにあると思います、本当に。ね。山本さんの神々しいね、スキンヘッド。ますますピカーッとここを刺すと思いますからね。 いや僕いいことやってるなあ。うん。あと、ジョシアナ。ジョシアナがね、TVS とか、テレビ朝日とか、そうね、スタジオに入る前に、全室で、山もっとい、山もっとしかももっと早くやってるんです。しかも16ビートで、これ16ビートでやってるんですね、来て、プロは。山もて山もて山、山もて山もて山。俺できねえ。いや、ちなみにこれ16ビート、これね、フレー位置が、 8、トビートね。8分音符。フレー2が16ビートで書いてます。だからね、16ビートのやつスペース上の話であのー、ちょっと半分でやめてます。だからね、シークエンスが元に戻るのは、これね、あのー、4分の4で8分音符の場合、4, 4小節目の頭で戻るんですね。これもまたミソなんですよ。4小節目の後。大体ね、ポップスの曲ってね、 だいたい4小節単位が多いんですよ。8小節単位、まあもうフレーズの、そういうのを置いといて、だいたい1時です。だいたい4小節単位が多いんです。フレーズの作り方、なんか全体のこういうね。で、それがね、3、三小節目で終わったんです、こので、さらに1小節。で、そこでだんだんずれが生じていくんです。それがまたすっごいスリリング、そう、それを言いたい。だからこれね、体で習得するとね、そういうね、本当にね、 スリリングなね、ことができます。これ本当のマジなで話。だから皆さん山本さんに感謝しましょう。そういうわけで山本先輩ありがとうございます。皆さんもね、もうそうだな。半年後早くて。一年以内にあの少なくとも五六十人は山本さんに感謝してると思いますよ。で、あっちこっちで、山本、山本ってね、言ってると思います。そういう界隈に行ったら。<laughs> ね。で、その時はね、山本さんがそれ聞いたら、それ僕だよって言ってもいいし。 一生懸命そるをかけて耳にカーッと笑うだけでもいいし。ね。いや、山本先輩、僕の性伝わりましたでしょうかね本当に。で、これはちなみに、4つのやつを3つでアクセントする。で、さっき言った、3つのやつを4つにする。そのパターンに行きましょう。で、結局せっかくね、あのー、なんていうの人の名前、覚えやすい人の名前で、 やってるんでこちらも結局このねあのたタタ3んだから三連符を3つを4つごとにアクセントを送ってやつですよ今度は逆です奇数を偶数でじゃあ3を4で割るみたいなこれもう一回いくとたたた,たたたたたたた,、ね、た,た,たたたたたたタ3連ねたたたタタたた もう当たり前ですよねなんかふわーっとしたしかしこういうのってポリリズムってこういうのもポリリズムって言うんですかねあんま興味ないんで分かんないですけどねポリリズムこれは違うと思うんだよなポリリズムっていうのは別に一拍の一小節の長さが一緒で三拍子とか四拍子が事前に行くとか。 そういうことだと僕は認識してるんですけどね。だからこれを同じ少なくとも一拍の長さは一緒なんでね。ポリリズムとは僕は言わないと思うんですけどね。まあいいや。言いたい人は勝手に言えばいいんですけどね。まあまあとにかく、あの、これ、これも不思議な感じですよ3が4つになると。いきますよ。うん、いきますよ。 不感こうやって。でこれの覚え方これもね「タつつタつつたんツつつたたたつつタつつ」とかやってるとゲシュるルトきいが起きますんでこれもねやっぱね人,人のお名前でねほねでその人も有名に、ね、ななっていただきましょう。で僕はそこで考えたのは三連符だこれもね一番当たり障りないね,えねえ三連符 いいかなと思ったんですけど、それをね、どのお名前がいいかなって考え、考えた場合。さやま、さやま。さやま誰だっけただかね、その、その名前もね、あんまりね、いい予感してないんでね。ちょっとやめました。いさか、いさか。いさか。や、これは悪くないですけどね。うん。これは悪くないけど、今まであんまりいじってこなかったんでね。それはまたいいつか。それからね、結局ね、ちょっとね、 話はずれますけど、すごいね、アフリカンリズムができました。三文字。あ、ミワコ、ミワコなんだコミワコ、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 ミワコ。それもね、すごい綺麗な音符ですよね。ミワコ、ミワコ、セドナリ。ほんと綺麗な音符です。ただなああんまり、ミワコ、ミワコ、ミワコやってね、ちょっとまだ、照れちゃうからなぁ。 中学校の時からのね。あの子あんまり本当に怒らしたくねえからの俺。いやいや、怒らせるつもりでやってんじゃないですけどね。皆さん先輩たちね。だそこで本当に偶然思った。すっごいリズムこれマジで。ほおと思った。ラ族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 螺属。ゾンにね、真ん中に3連符の真ん中にアクセントがあるんです。これはもう後でアクセントなんかつける必要はない。

かっこいいっしょ、これ。ラックホダ、ラズックホダ。アフリカンリズムっていうかね。ブラジルのなんかちょっと危ないサンバのリズムっていうか。ウッパ的に言うとこのパターンなんですよね。ウッパにデリリリっリリ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 リっリリ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  とにかくね、赤道上のね、危ないリズムですよ、ね、これ。さすがラ族、本田さん。ラ族、ク本田ラ族、ク本田ラ族、ク本田ね。これ使えますよ、本当に。これ使えます。だからね、例えばね、まあ普通のなんかその、濃いね、ジャズとかそういうのでもいいんですけど、俺ちょっと思った。ポール・モリアのね、オリーブの首飾りとか。だかねん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 ね。ねンね あれ、あれはね、もう八分系のフレーズですよ。ね、八分系。で、これはもう明らかに三連系。しかも、こい、凶悪な匂いがする。凶悪な香りがする三連。こんな凶悪なものって他にないかもしんない。濃くて癖が強くてね。で、もかっこいいよね。俺こういう方が好きなんですけどね、ちなみに全然。だけどオリーブの首かつり、ああいうのね、綺麗なあの八分ンプにね。ダン。

たらねねオリーブの首ガゼリが凶悪になるんです、ね、いいですね。誰かこういうことやってくんねえかなちゅうか、勝田高校のブラスバンデル、浅野先輩がこれを吹いて、すごいかっこよかったね。俺タイムマシンあったら、ちょっと今戻って、タイムマシンあったら戻って、先生に交渉しちゃうかな、俺。この普通にやってるだけはつまんないですよ。これちょっと、 ドラム横須賀先輩なんで絶対できるんで横須賀先輩にこのやつリズム叩いてもらいましょうよって。あそれは出れてない。そしたら浅野さんのね、雰囲気がもうますます出ると思う。いやー、そういう。いやこれ、これ結構マジで言ってますよ俺。本当にかっこいいと思う。いやさすがラゾクさん、ラゾク、ラゾク教授とね、あの、本田先輩です。二人合わせればこんなに驚悪になるんですね。しかもかっこいいの。 ラズクホンダラズクホンダね。これすごい音楽的な会話だと僕は、話だと僕は思いますよ。ね。ほんで、あとねもう一つ。で、これをね、今度はじゃあ、話戻り戻って、ラズクホンダをね、生かして、せっかく凶悪なリズムなんでね、もう悪の帝国のリズムができたんで、それをもとに3を4にやる。 三三三を4つずつにこうやってアクセント区切る。それでスイングする。ねえ、あのスイングってか別に、あの、ワーッと4ビート、ジャズじゃないですよ。ジャズばっかりがスイングって言う言葉じゃないですから。あの、要は、スイングってんだろうな。すごくのの、流れる、濃い。あの、ワーッと流れる。それでなんか、こう、乗るみたいな。で、血流がいいみたいな。 ね。イコプサミンなんか乗らんなの飲まなくていいんです。サバなんか。イコプサミンって言っ,たっけな。血液サラサラの薬。そんなの飲まなくていいんです。もう本当にね、血流がサーッと行くね。気持ちいい。そういうのをスイングするって言うんですよ。くだらない理屈から、ね、理屈とかね、こねてね、その会話を止めるやつはスイングしねえなってよく言われるんですよね。まあまあそういうニュアンス的な話なんですけど、問題なんです。まあとにかくスイングするんですよ、これ。<laughs> ダッズッコホだ、ダダズッコこんだ躍動するでしょ 凶悪な二人浮かぶ俺なんか今言いましたっけねまあそれでそれにね足してそれをねもっとね3を4にするという方法それ考えたのが本田役は、ね、これ美和子でもよかったんですピーじゃなくて美和子は美和子っていうのもすごくこのいいねさっきも言ったように。 いい三連符でしょ癖がなく。さっきの凶悪なね、ゾックとか、だとかね、そういうね、凶悪なね、アクセントない。美和子。いいっすよね。だけどね、ちょっとね、ここはやっぱり、ピーコさんを立てないとね、やっぱり。で、しかもね、ピーコっていうのは、すごいなんか、スイングするんですよね。ピーコ。 ピーコ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 ミワコミワコピーコピーコピーコの方がかすごく軽やかにパーッといく感じするんですよやっぱこの伸ばしがあるからですかねでピーが軽いあのアクセントになるわけですねそれを足してあと最後役話役話っていうのもまあ本当に綺麗な。なちょっと癖がありますけどねちょこっと癖がありますけどねただまあそんなあどい癖ではないですね だぞくほんだよりはね、全然ね、こう、いいアクセントね、そこまで強悪じゃない。で、使いやすいですよ、この音符。で、その結果、ピーコラ、ワン、ツー、スリー、ほら、タタ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 、ピーコラぞくほんだいは、ピーコラぞくほんだいは、ピーコラぞくほんだいは、ね、ピーコラぞくほんは、 役はうまく弾けませんけどね。今当たってたよな。もっと自信もと俺自分に対して。なんすね。女の子に振られてばっかりいましたからね僕。そういった意味でね。なんか基本的にね自信っていうものはね。どっか捨ててきちゃったっぽいんですね。何に俺振られたんだろうな。かわいそうでしょ。ね。まあまあそんなわけで、ね。だからそういうわけで今日は。四偶数を奇数にして打って。 それで、そこでアクセントがどんどんずれていく。あとその逆。奇数を偶数でアクセントやる。それの習得の仕方。ね。で、山本、それをともに山本さんを、山本先輩をみんなで感謝する。意外とね、三、この、なんだ、ピーコ、ピーコラズク、本ンダ役は、はね、意外と簡単です。僕は簡単でした。これは意外とね、 あのジャズを始めて、だから、二十歳ぐらいで意外とね、もうすぐ習得しちゃいましたね。だけど、ちょっとこのね、タッっつった、あの、山本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 、これはね、ちょっと本当ねここ一時伝ぐらいでやっと習得できたんですよ、本当に。もっと本当にこれ、早くみんなに出会いたかったな、そういったらもっとこの、ね、十年早く出会ったら、今頃もう完全に習得して、俺も、 なあ、カネギホールとかでコンサートやる、やるぐらいになってたかもしれない。あああって、なわけねえよな。まあ、とにかくそういう感じで。山本さん、山本先輩にみんな感謝しましょう。ね。えー、とあと、ピーコさん、ラゾクさん、ホンダさん、で、ヤクワ。ヤクワくんね。僕は早く、伊坂カくんとね、 テレヌマミヤコさんと大谷光恵さんっつったっけな、ね、おい早くいじりたいんですねあと板倉先輩ねあとチョン先輩僕早くいじりたいねどうやったら距離感縮まるんですよかね横須賀先輩はそろそろいじってるんですけどねまあ、い,いや勝田高校の話はねまあそういうことでじゃあそういうことでね皆さんあのー、今出た 個人的なビデオになっちゃいそうなんでね。で今出た名前は、みんな、ほどんとんどが、茨城県の水戸の方でございます。茨城県の水戸。いいとこですよ。水戸の梅。ね。水戸黄門。そうだ、水戸黄門のとこだよな、水戸の。水戸藩のね、うん。だからそういうね、素晴らしい水戸にね、感謝を込めてね、あの、以前、もう、 半年ぐらい前かなに作った水戸に対する感謝の歌曲を動画を作ったことがあります今からそれを流させてもらって今回のこのジャズ動画俺が勝手にほざいてる動画を終了させていただきたいと思います、えー、ジャズ動画プラス春日高校プラスバンドの先輩方ねっ ヤクワ君は勝手にね、交通事故にあって巻き込まれてますね。ごめんなさいね。ヤクワ君トロンボーネで確認すよ、でも。まあいいや。たャん、それを巻き込んだ動画、ね。動画と、二部性。俺、出伏せ。お腹がぽんお腹がぽん俺痩せたよ、でも。なあ、ペコちゃん。あれ、ウサギちゃん何なんでペコちゃん見てんのまあいいや。 そういうわけで。ですね。じゃあね、見てください。ミ,ミトの方々を称える歌。ミトをリスペクスする歌。えー、作曲するとかいうのもちょっとあれなんで、有名な曲で、セロニアスモンクさんっていうね、ピアノのね、貴巨人がいるんですよ。セロニアスモンクさんの中で一番有名でスタンダードとされてるね、ラウンドアバウト、ミッドナイトっていうね、かっこいい曲、んですよ、ね、映画のタイトルにもなりましたね、そういえばね。 デックス・ダ・コードが主役やってね、あれはね、最後のシーン泣けたね。うん。では、そんなわけでね、ラウンド・アバウト・ミッドナイト、セロニアス・モンクの、ラウンド・アバウト・ミッドナイトで、の曲を召集をさせてもらいました。ちなみに、イントロは、セロニアス・モンクと、あと、マイルスかな、マイルス。まあ、要するにお、お決まりの、えー、イントロです。終わりにしたいと思います。本当、ありがとうございました。 皆さん、バカにしてませんからね。怒っちゃいや。受けなくてもいいですから、怒っちゃいや。バカにしてませんからね。いじってませんからね。全然いじってませんからね。まして先輩方をいじるなんて、もうとんでも恐れをとんでも滅そうもないか、僕はしてませんからね。これはあくまでも教則ビデオです。ではね。